ルイス・アイ・カーン、ルイ・カーン、ルイス・アイ・カーン、ルイス・イザドア・カーン、ルイ・イ・サドレ・カーン、1901年2月20日から1974年3月17日は、20世紀を代表するエストニア系アメリカ人建築家で、都市計画家、いくつかの大学で研究講義した。その活動の主眼は、公共建築で、ブルータリズム、 野獣主義の代表者の一人でもある。日本の書籍、資料では、ルイス・カーンと表記されることが多い。1901年、ロシア帝国、当時のエストニア地方、サーレマー・ジマクルサーレで、ユダヤ人の父レオポルドと、同じくユダヤ人の母ベルサとの間に、二男一女の長男として生まれる。1902年生まれと遺説も、ある。1904年、 レオポルトが職を得て単身アメリカに移住すると、1906年に家族も続いて渡米し、一家はフィラデルフィアに定住した。しかし家計は貧しく、ルイも映画館でオルガンを弾きながら家族を支えたという。1914年に家族と共にアメリカに帰化し、翌年名前を、それまでのイツェ、リエブ・シュモイウォフスキー、イツェイコールレイブ、レーゼルイコールイツェシュムイロフスキー、 シュマロフスキから、ルイ・サドレ・カーン、ルイス・イザドワ・カーンに変えた。1921年、ペンシルベニア大学美術学部建築学科に入学し、フランス人建築科の下で学ぶ。1924年に、同大学を卒業すると、ジョンモリ・トールの事務所に製図工として勤務した。1926年のフィラデルフィア、万国博覧会に際し、 ジョン・モリ・トール事務所の主席デザイナーに就任して、6つの建物を設計する。その後、ウィリアム・リーの事務所に移り、1年ほど勤めた後に職を辞すると、いわゆるグランドツアーとして、ヨーロッパへの旅に出、イギリス、ドイツ、北欧、オーストリア、イタリア、フランスを1年ほどかけて回って、フィラデルフィアに戻った。そして、大学時代の恩師、ポール・クレの事務所で職を得る。 1930年、ペンシルベニア大学に勤めていた、神経外科学科の助手エスター・イスラエルと結婚。一見順風満帆のように見えたが、1929年に起こった世界大恐慌の影響で、クレノ事務所の仕事がなくなったため、クレノ事務所を辞した。その後、クレノ友人の事務所に職を得るが、こちらも教皇の煽りで仕事は少なく、1932年には、 仕事を失った。その後の4年間はほぼ失業状態であったが、友人の建築家たちと共同で、住宅公社に対して公共住宅の提案を行ったり、友人の家の改装を行ったりして過ごす。1935年、自らの建築設計事務所を開き、居住建築プロジェクトを立ち上げると、同年、建築家のアルフレッド・カストナーの誘いで、ニューヨークに行き、 アメリカ合衆国最低住局の助人建築家として、ローコストの公共住宅の設計に携わった。その後、フィラデルフィアに戻るが、仕事は少なく、ワシントンで知り合った建築家のヘンリー・クラムと共に、鉄骨作りによるプレハブ住宅の研究に勤しんだ。百三十七年、公共事業による住宅建設の機運が強まると、アメリカ合衆国住宅局、 フィラデルフィア住宅局が相次いで設立され、早くから公共住宅の問題に取り組んでいたカーンはその実績を認められてフィラデルフィア住宅局顧問建築家になる。1939年にはアメリカ合衆国住宅局顧問建築家にも就任。しかしながら当時、不動産業者や地域住民の反対を受けて公共住宅の供給に対して依然として消極的であった。 地元議会との対応に苦慮したカーンは、自らブックレットの制作や展覧会への参加を通じ、都市計画の面からのアプローチなど様々な方向から、公共住宅の供給の重要性を繰り返し、訴えざるを得なかった。その後これらの活動がを結んで、多くの団体の支援を受け、建築家のジョージ・ハウヤと協力しながら、公営の労働者住宅及び、戦時住宅の設計に従事した。 1940年代から1950年代にかけてノーストライアングルエリア開発1946年から1948年フィラデルフィアエキビジョン1947年トラフィックスタディース1951年から1953年シティタワー1952年から1957年ミルクリーク 1951年から1952年、ペンセンター。1951年から1958年、シビックセンター。1956年から1957年、マーケットストリートイースト計画。1961年から1962年、など、フィラデルフィアの都市計画プロジェクト、交通スタディに関わった。 1947年から1957年の10年間、イエール大学で非常勤講師として、教鞭を取った起限で、1951年、イエール大学アートギャラリーの設計を依頼される。1957年から1974年、フィラデルフィアのペンシルベニア大学に移ると、ペンシルベニア大学、リチャーズ医学研究棟で建築界の注目を集め、 アーキテクトとしての事実上のデビューを果たすことになった。1974年、インドのアーメダバードからの木とニューヨークのペンシルベニア駅の男性用トイレで心臓発作のため亡くなり数日後発見された。73歳だった。カーンはしばしば最後の巨匠と呼ばれる。それは構造と衣装が高度な必然性の高みで融合し、その精神性を 専門家だけでなく、広く、一般にまで感受させることのできた建築を、作り続けた、最後建築家と考えられているからである。カーンは最初、ローコストの公共住宅などを手掛け、イエール大学アートギャラリーで初めてチャンスを得た。従来の加工法に変えて、構造スラブに四角錐のグリッドパターンによる、スペースフレームを採用することで、一見ブルータルな表情を見せているが、 外観は素材と工法において極めてオーソドックスなモダニズム様式で設計されている。カーンは建築素材の扱い方において慎重であり、素材はその本性に沿ってのみ扱われるべきだと信じていた。で、彼の言うところのサーブドスペース、サポートされる機能空間とサーバントスペース、サポートする機能空間が試され、階段室、廃棄、 吸気ダクトが収められた4本のシャフトが鋭く、起立するデザイン的完成度で建築界の注目を集めた。しかし、設備的完成度の未熟さもあり、その使い心地は悪かった。この経験を踏まえ、満を持たして取り組んだのが、カリフォルニア州、ラホヤのソーク生物学研究所である。ソーク生物学研究所は、ポリオワクチンの開発で有名な細菌学者の、 ジョナス・ソーク博士が、リチャーズ医学研究棟を見て、感銘を受け、芸術家のピカソを招いてもいいような研究所というの、肝入りで依頼されたものである。リチャーズでは縦に割れていた、サーブドスペースとサーバントスペースの関係性が、ここでは、設備的には上下2層に分かれ、さらには共同作業を行う実験室と明確に分けられる形で、居住性に配慮した、 個人研究用の個室を中庭に面して左右対称に45度の角度で重なり合いながら横に張り出させている。そしてその外観を明るい砂色のコンクリートによくマッチした窓枠の区、材の木なりの色合いとのツートーンで際立たせつつ印象的なファザードを形作ることに成功した。この印象的な中庭はそのデザイン処理に最後まで悩んだカーンが 友人の建築家、ルイス・バラガンにアドバイスを求めたことによって実現したものである。相談を受け現地に立ったバラガンは即座に、ここには何も置くべきではない。ただのプラザになるべきだ。そうすればここは空へのファサードになるだろうと言い,い、カーンもまたすぐに、そのデザインと理解したという。カリフォルニアの明るい太陽の下、中庭の真ん中にうがたれた浅く細い水路の先に、 広大な太平洋を望むランドスケープは、カーン建築の中の講師である。以後、バングラデシュとインドで国家的プロジェクトに携わり、ダッカノでは、コンクリートと白大遺跡との組み合わせで、アーメダバードのインド経営大学では、レンガとの組み合わせで、資材と技術の不定した発展途上国にあっても、十分にモダンでかつバナキュラーな地方色豊かで、 風土的な、優れた建築を作り出せることを実証した。しかしながら、カーンの作品の中での白日といえば、テキサス州フォートワースに立つキンベル美術館であろう。かまぼこ型のコンクリートボールとの屋根をいただいた、細長いユニットがおよそ36の配置で並べられた、建物は、実業家で熱心な美術収集家であったケイ・キンベル、夫妻の私的コレクションのため計画された。 サイクロイド曲線のボールと屋根の頂部にうがたれたトップライトからの自然光は開光率50%のアルミ製パンチングメタルの反射板で受け止められ銀色の関節光で満たされて光り輝くコンクリート打ち放しの天井面を作り出すその柔らかな光は確かにカーンが目指した構造から導き出される光によって空間を規定するという彼の理想をこの地上を検出させている 打ち放しコンクリートを建築デザインとして用いたのは、フランスのオーギスト・ペレが最初であるが、それをモダニズムの美学として発展させる取り組みは、日本が世界で最も早く、アントニン・レーモンドを経て、後に日本の追い上げと言われるまでになる。カーンのコンクリート打ち放しによる柱両表現も、丹下建造の初期三部作、広島ピースセンター、旧東京都庁、 香川県庁舎に影響を受けたのではないかとする向きもあるが、その細部に至るまで緻密な表現は、構造エンジニアのオーギュスとコマンダントの協力もあって、カーン独自の美学的完成度を見せている。しかしながら、モダニズムの禁欲的な原則に則っ,って、構造と素材が厳しく幾何学的形態として操作され、そのディテールの精度とプロポーションの確かさにもかかわらず、出来上がった時から、 もうすでにどこか廃墟の風情を称えるカーンの建築は、しばしばアナクロニズム、時代錯誤とも評される。荘厳にして冷ややかな、神なき機械時代の神殿を築いたかのようでもある。カーンはまた、哲学的な建築論でも知られ、その言葉はしばしば深淵で、神学的な響きを帯びた。多くの弟子を育て上げており、日本人の建築家としては、香山まと新お、荒明がいる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。